どうも、シュネコです。今回もフリーゲーム、蛇の命やっていきたいと思います。パート46、カッコ、ハードモード、パート5ってことで、前回の続きからになります。前回の最後でですね、まあいろいろ話をね、まあ聞いていこうねって感じだったので、まあ聞いていきましょう。この人、話してたっけな。どう最近派と最近どう派で派閥が分かれるらしいよ。自分はどう最近かな。いや待って、最近どうどっち使うんだろうね。そんなに考えたことないな。ごめんよ。凶悪犯が本当にいなくなったのが疑問だよ。話しかけた人とね、話しかけてない人のね、ちょっと、誰やったかなっていう感じでね、わからなくなってきてるんですよね。あ、ムカデ君は話しかけたかな。まあ、ここは話しかけたので、読みません。すいません。あれ ?9 号室?蛇の中には出会う気の高い希少種が、なんだよ、希少種が存在するよ。大型種やポイズンスネークはそこそこ希少種だよ。この中で一番レアなのは4号室のヘビメタだね。おー。この旅館にはさらにレアな金色のヘビも存在するらしいけど、一度見たことないよ。多分誰かが流したデマだろうね。デマでしたね。通常モードでね。あー、読んでるね。てかもう一回話しかけちゃった。ポイズンスネーク君。ヘビボールという鉱石は1個だけでは役に立たないけど、複数集めるとエネルギーが融合されて願い事が叶うって言っている言い伝えがあるよ。らしいです。あ、ちょっとごめん。通れない。通れない。通らして。ごめんね、通らして。なんだこれは。8号室。今日ワクワンはいなくなったみたいだから、ゆっくり温泉に、あ、話しかけたね、そういえば。話しかけたね。じゃあ、ジオニさん。うちの旅館のおかみさんも、昔はおもてなしの見本みたいな人だったけど、ヘビや水の客層が増えてからは、今の白太陽になっちゃったのね。おお、30ポイント経験値です。では、7号室。ヘイも、モンスターも、メタル狩りに限る。その前に、温泉でも入るか。なんか、皆さん温泉に行かれますね。ああ、なに?ああ、大変だ。大浴場で事件が、なんだって。大浴場に向かいます。どうぞ。ああ、再びだ。ごめんよ。また守ることできなかったよ。死んでいるわ。温泉から出た後に殺害されたようだね。やっぱり、この旅館には、まだ、凶悪犯が潜んでいるんだよ。え、何?ハードモードではいきなり推理パートに突入します。ダメージに注意。あー、そうか、証拠品集めとかができないのか。早速あなたのターンになりました。行動を選択してね。発言する、何もしない。温泉に入っちゃ多分ダメージ受けるんだろうね。発言しよう。おや、そこの蛇が発言したいそうだよ。発言する内容を選択してね。犯人がこの中にいるっていう?これは密室トリックだ。密室なのかもわかんないしな。この旅館は呪われている。まあ、呪われてそうだけどな。犯人はハンターだ。いや、さすがに名指しするのはちょっとかわいそうな気がするから、まあ上だね。この蛇、引きろうとしてないか。蛇の分際で切るなど、ずかずかしいにも程がある。おー、経験値。ダメージ受けるかと思ったよ。それにしても、殺されたのが蛇だったのは、不幸中の幸いね。人間が死んだのではなければ、表田さんに住まなくて済むわ。じゃあ、ならなくて済むわ。ならないでね。なんだよ。エビの命より、旅館のメンツが大事なのかい?おー、チェリーさん。事件があったそうだな。めっちゃ走ってきたよ。あやい。
あなたの言ってた脅迫案とやら、外に逃げたんじゃなかったのか？監禁だけじゃなく、事件まで起こるなんて面倒なことになったわね。逆だよ。この事件のおかげで、面倒なことがなくなったのだよ。なんだって？面倒がなくなったって、どういうことだい？脅迫案が旅館内にいるってことは、見つけ出せば、爆弾問題も解決するってことだろう。そりゃあ犯人が見つかればって話だろうが。うちの腐敗の刑事に犯人を見つけられなかった試しなどありませんよ。刑事が来たところであなたを何やりました。発言する？あら、そこの蛇が発言されそうよ。まだダメかな。ケギさんに何か言いたいようだね。なんだね、言いたいことが出たら言いたまえ。数理頑張ってね。ケリアだと、さっさと数理したまえ。最近どう？無言。最近どうって聞いちゃう？慣れ慣れしい腕に上に人気のない最近どう派から、ヘビは下等生物なんだよ。え、最近どう派が人気ないの？そうなの。まずは被害者の特定からだ。もうなんかスルッとされちゃったな。ヘビは数が多く似たような外見ばかりで、どのヘビが死んだのかややこしいからな。で、助監従業員のヘビは2匹とも生存してるよ、してるようやね。5号室に宿泊しているヘビだけど生存してるよ。8号室に宿泊中のヘビだよ、生存しているよ。258は言いましたと。9号室に宿泊しているヘビだよ、2匹とも生存しているよ。4号室のヘビがいないよ。なんだって？あれ？あれ？なんか待って、ヘビメタ君、あれ？一緒におった人じゃない？大丈夫？いや違うか、違うか。死んじゃったのは4号室のヘビに気がいないよ。被害者は4号室のヘビか。個人的には1号室のヘビに。ちょっと、刑事さん。1号室のヘビに死んで欲しかったところだが、なんだってだよ。ダメだよ、不謹慎なこと言っちゃ。遺体の解析結果が出ましたよ。HB0。ね、オーバー5ですね。オーバー5ね。目立った傷は一つのみ。遺体の損傷具合から見て、オーバーキル5と判明。オーバーキル？ゲームの世界みたいな話だな。そんなゲーム感覚で推理するなんて、人が死んでるのに不謹慎だよ。人が死んでるならな。亡くなったのはヘビだからとか言うの？だが、死んでるのはただのヘビ。ゲーム感覚でもいいじゃないの。ダメだよ。まあ、ヘビの抜きは軽いんだから仕方ないことだ。水の抜きはもっと軽いけどね。なんだ？終戦じゃないな。なんだ？なんだ、終息じゃないな。なんて読むでしょうかね。マジカのババアの抜きは長く生きてやるわ。なんだ？もうね、ちょっとハテナが残りますけどね。それで、遺体の損傷がオーバーキルだったことで犯人がわかるの？ええ、犯人を特定しましたよ、刑事さん。誰なよ、犯人は。まず、オーバーキル5が成立する最小パターンは、HP1 マイナス6ダメージオーバー5。つまり、オーバーキル5に必要な攻撃力は、6以上だね。そう、6以上だ。40ポイント。HP は最低でも生き残っている状態が殺人の条件だから、オーバーキル5には最低でも6ダメージが必要になる。続いて、先日割り出した攻撃力データを見てもらおう。あー、ちょっと、どっちなんだってことになっちゃうか。最先端の技術で割り出したデータから正確な数値だ。この中で、オーバーキル5での殺害が可能なのは何名いるかね。
だから、まあ、毒以上のね、人ってことだよね。まあ、人なのかわかんないけど、まあ、ちょっとヘビって言ったらいいのかわかんないけどね。ヘビ両方たち君とヘビムタ君が6、7でね、攻撃力毒以上。2人だね。2名。200ポイント。そうだ。オーバーキル5を叩き出せるのは、攻撃力6の大型種のヘビと、攻撃力7のヘビメタの2名。これで、犯人は確定したわけだ。そうか。ちょっと一回意義ある？意義発動しました。そうだ、おかしいぞ。何が犯人を特定できただ。犯行可能なやつが2機いるんじゃ、犯人特定できてないだろうが。おお、いえいえ。犯人はすでに特定可能です。先ほど、オーバーキル5の必要攻撃力が6以上と説明したが、本当は7以上必要だとしたらやばいぞ、やばいぞ、ヘミラ君。オーバーキル5に攻撃力7必要ってどういうことだ？だから、もし体力が2とかあった状態の時ってことだよね。残り HP が1ではなかった？そんな証拠でもあるのかよ。回復効果かな。回復効果なんかな。200ポイント当てました。その通り、温泉に入っていった被害者の HP が1だけなんてことは理論上ありえない。待って、ヘミラ君やばくない？やばいぞ。被害者の HP が2以上あったことから、オーバーキル5に必要な本当の攻撃力は7以上。ああ、つまり犯行可能なのはヘビメタ1匹に絞られるわけだ。違うよ、殺してないよ、本当だよ。しかしオーバーキル、他にオーバーキル5を叩き出せるもの、出せるものは存在しないのだよ。いや、多分ね、ここでセーブしたりなんかダメやったような感じがするんですよ。確かなんかね、前に引っかかってるんですよね。通常モードでね。なので、イージです。イージです。なんだそこのヘビ。イージがあるなら言ってみろ。攻撃力データが間違ってる可能性。痛いを切るけどオーバーキル5に見せかける。どっちだ？どっちなんだ？下か？ 100 ポイント。そうか。痛いを傷つけて、オーバーキル5に見せかければ、攻撃力が低くても、オーバーキル5が可能になるよ。最初に言っただろ、傷は一つと。下に傷つけたら、傷は二つ以上になる。つまり、一撃でオーバーキル5まで持っていったってことだね。そういや、そこのヘメタは、被害者と二人で二匹で、温泉に入っていたぜ。あれは、4号室のヘビの具合が悪かったから、一緒に温泉まで付き添って入浴してたんだよ。先に温泉から出て部屋に帰る途中で被害者の叫び声が聞こえて事件騒ぎになったんだよ。そうなの。死人に口なしだろ。お前が現場にいたのは事実だ。考え事実だ。事実だ。なんかしようか。なんだよ。アリバイ。アリバイ？ある？あ、でも、あれ、ハンターさんも言ってたよね。アリバイ。いや、ダメだ。温泉出てからは単独行動だから、アリバイはないな。それだったら、ヘビメタがヘビを殺す動機だってないよ。おお、動機ならありますよ。4号室のヘビが死ねば、部屋を一人で占拠できる。動機として十分でしょう。部屋の広さ程度の問題で殺すわけないよ。そうだよ。ヘビは部屋の狭さとか気にしないからね。あ、そうなんだ。それどころか、同居人を殺しちゃったよ。殺しちゃったら、テロ代が切羽でなくなっちゃうよ。そういえば、ヘビメタのお客さんは近日だったみたいだね。みたいね。VIP 料金も渋っていたほどだし、本当に近日なのだろうか。金券などと言いながら、大きな資産を懐に蓄えたり、蓄えていたりするものだ。とにかく、決定的な動機がない以上、
ヘメタが殺しをする証拠にならないよ。動機はなくとも事故の可能性だってあるだろう。わあ、どんどんなんかヘビメタ君がヘビね、ヘビヘビになっていくなんだ。ちょっと不利になっていくよ。ヘビメタの尻尾は金属製で刃物状に尖り、別名歩く凶器とも呼ばれているのだよ。温泉から出る際にそのまますっぱり行かれた可能性も十分あるだろう。原始データからも死因は金属製の刃物での射殺と記録されていますね。じゃあ決まりだな。さっさとヘビメタを逮捕してしまおうぜ。刃物に関わるような別の情報、最近聞いたような、台所から包丁が盗まれる。200ポイントレベルアップ。そうだったよ、刃物といえば包丁が盗まれたままだったよ。それじゃあその包丁を盗んだ人物が今回の犯人って可能性も高いよ。包丁は人間専用装備で。お、人間専用装備出てきたよ。前回はね、なんか、強磁石ドリルってやつがね、あったんですよね。それは通常モードかな、通常モードの話ですね。攻撃力プラス3だったから、反抗可能なのは、7以上の可能性があるとだね。ハンターさんか。7以上やったら、そうやね、ハンターさんだね。そうだよ。攻撃力4のハンターなら包丁さえあれば殺害可能だよ。肝心の包丁が見つかってねえだろ。ましてや、俺は夜警察の持ち物検査を受けて包丁なんて見つからなかったのだしな。それに包丁の本質が発覚したのはそのすぐ後の明け方だ。ハンターが包丁を盗むタイミングなどないだろう。タイミングね。明け方、ハンターは、いち早く起きていた証拠があったはず。放火騒動かな。ハンターさんが見つけた放火騒動ね。500ポイント。そうだよ。ハンターはいち早く起きて、放火現場の消火活動をしていたよ。もっとも、その放火自体がタイミング的に、こいつの仕業っぽいしな。可能性の話にすんじゃな。現に、包丁は見つかってねえんだ。事件発覚後、すぐ集まったから、凶器を捨てる時間はないはず。つまり、凶器があるなら、犯人が所持したままのはずだよ。凶器を探すには、どっちだ？いや、警察犬？そうだよ。警察犬なら、事件物をすぐ感知できるって話だよ。おい、待てよ。なんだ、所持品検査の前に、一旦宿泊へ戻って、スリパートみたいなのを挟むのがセオリーだろ。セオリーだよ。だろ。部屋に戻って、凶器をどこかの部屋にポイ捨てする気、ポイ捨てする気じゃないの？ぐる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 。おい、このバカちゃん、バカ犬。あははは。やっぱり包丁が出てきたよ。確定ですね。確定だ。これは、出てきてよこね。包丁、大浴場に持ってきちゃダメだよ。金属製だから、温泉にでも落ちれば、綺麗にも落ちちゃうからね。それじゃあ、場所を変えた方がいいかしら。犯人が、ほぼ確定したことで、あなたのターンです。凶器が見つかりました。皆さん集まってください。凶器が見つかったところで、これにてお写真を、どう。凶器見つかって皆さん集める、もう集まってる、凶器見つかったところでお開きにしていいのか、上にしとこうか。お、なに？ロビーに移動するところであなたのターンです。行動を選択してね。じゃあ、セーブしましょうか。セーブ画面を開くよ。はい。というところでですね、今回のパート46は、こんな感じで終わろうかなと思います。無事、犯人がね、まあ、ハンターさんのことね、わかりましたね。よかったね。もう、一発ゲームオーバーのね、可能性も最後ありましたけど、なんとか2分の1ね、回避したよってことで、また次回、この続きからやっていこうかなと思いますので、もし、この動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、
高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クイックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。